で、全学年の生徒は成績順で A から F にランク分けされる。そして全てのクラスの頂点に最も成績の良い7人だけが入れるスペシャル A、 通称 SA と呼ばれるクラスがある。ふん、また7位か。おはよう、光。辻龍、スポーツメーカー社長子息、学年7位。お、めぐみもか。僕は3位。山本めぐみ、音楽プロデューサーと天才ボーカリストの令嬢、学年4位。山本潤、めぐみの双子の弟、学年3位。みんなおはよう。あ、腹減った。ただしよう、なんか食わせろよ、アキラ。針のただし、学園理事長子息、学年5位。それが人に物を頼む態度？東堂明、航空会社社長令嬢、学年6位。で、肝心の私の順位。うわ、おめでとう、光。私には絶対に負けたくない相手がいる。あ、たきしま。今回も2位ですね。それがこの男、タクシマ。私がこのエリート校に入ったのも全てはこいつに勝つためで。また2位だなんて。本当に2位が好きなんですね、兄さん。2位って言うな。見てろよ、花園の光。絶対にいつか大工棟梁の娘、万年2位。お前に勝ってやるからな。ラズベリーリパウンドケーキとローズヒップティーを用意してみたの。お、うまそう。あんたは後よ、まずは光からでしょ。んって光、お茶の時間くらい休憩したら。540年ベリサリウスが東ゴート軍を追い、ま、次のテストこそ滝島に勝ってやる。滝島はのんびりお茶を飲んでいる。その間に私はこの本読み終えたぞ。そうですか。それならば、俺ならこれぐらいの本、お茶を飲みながら読めますが。ならば私はこんなこと着ながらでも読めるぞい。また始まったか、この二人。抜きになってる光って可愛い。お、
よしよし、ほら食え。リスばっかりずるい、僕にもちょうだい。おいおい、こっちも始まったか。まあいつものことだけどね。ああ、そういや生徒会長が退院したんだって。生徒会長が、体が弱くてしばらく入院してたんだよ。生徒会なんてあったのか、うちの学校。生徒会は SA になれなかった2番手の A クラスが務めてるんですよ。へえ、2番手か、なんかそれだけで応援したくなるな。同じ2番手ですからね、兄さん。どっか、いいって言うな。誰だ。に、2番手というのは。お前は誰だっけ。会長、大丈夫ですか。しっかりしてください、お前らこないだの。貴様、この俺を知らんのか。ちびっこの頃から神童と呼ばれ、今では2年の学年トップ、井上1位リーダー武井はじめ、人は彼をカリスマ生徒会長と呼ぶ。ブロマイドも絶賛販売中だ。お前か、体が弱くてずっと入院してて金の力で単位をなんとかしたっていうやつは。それはないしょ。その生徒会長が何のようだ。お前ら、今朝の侮辱行為よもや忘れたわけではあるまいな。みんな待たせたね。学園のアイドル生徒会長が帰ってきたよ。お二人、おはよう。アキラ、あ、SA の皆さんよ。素敵発見。なんてあいつらいい気になりやがって。こうして私は同じ野望を持つ同志を集め立ち上がったのだ。打倒 SA。 それって逆恨みじゃない。うらい、チヤホヤされたい俺はお前らを SA から引きずり落としたいだけなんだ。とにかくお前ら SA に挑戦状を叩きつける。 A クラスの特権ってやつですね。ああ、 A クラスは SA に挑戦して勝てば SA になれるからな。え、なんだよ。頑張れよお前。は？挑戦するやつは大好きだ。大好き。あ！失礼。会長。そこまで言うなら相手になってもいいですよ。それじゃ詳細は後日。SA と生徒会が対決だってさ。すごい楽しみ。絶対 SA の応援行かなきゃ。おい、対決の種目はなんとプロレスだってさ。プロレス？なんだか変な話になってきたな。見せてくれ。おいよ。ほう、うん、っていうかそもそも誰が決めたの、プロレス。対戦種目は挑戦する側が自由に決められるんだよ。このファンキュ兄弟って誰？どう見ても高校生じゃないよな。これ外国人？プロ？何考えてんだ生徒会は。選手は各2名らしい。ん？うちでプロレスって言ったら。よっしゃ、絶対私出るぞ。そう来ると思った。もちろん滝島も出るんだろうな。いいですよ。なんだか楽しいことになってきたな。じゃあ私たちも何か手伝わなきゃ。そうだな、これだけ派手に宣伝されて参加しないなんてつまらん。イベント盛り上げていきますか。賛成。よーし、やるぞ。少し休みましょうか。これでは体育館が持ちません。うわ、なあ滝島、
せっかくだから今度の試合で勝負しないか。勝負？試合の最中に技を多く出した方が負けたやつに一つ命令ができるんだ。嬉しそうですね、光。ああ、勝負事は大好きだ。わかりました。いいですよ。よし、決まり。そうと決まったら特訓再開だ。あいつら、人間か？会長、いくらファンキ兄弟でもこのままじゃ。こうなったら汚い手を使うしか。なんだ？うっ！旦那！100点満点！じゃなくて、なんだ今のは。なんか最近変なことが多いような。まあいっか。さて、どういうことか説明してもらいましょうか。なぜ俺を襲ったんです？会長にあんたら二人をボコボコにしてやれって言われたんだ。もう一人のやつが無事だといいけどな。光！光！なんだ、竹島。怪我はしてませんか？別にしてないぞ。そうですか。でも最近怪我しそうなことはあったな。上から物が降ってきたり。光。やっぱり正しか言うと選手交代しましょう。なんでだよ。怪我しそうだったのは生徒会の仕業です。それがなんだ。とにかくこんな試合、光がわざわざ出る必要はないってことです。なんでだよ。なんで今さらそんなこと言い出すんだ。私なら鍛えてるから平気だぞ。毎日15キロ走ってるし、一番重いバーベルだって持ち上げられる。あれ、今ならクマだって倒せるぞ。いや、だって試合はもうすぐなんだぞ。二人で特訓してきたじゃないか。では正直に言いましょう。光が出ると迷惑です。せい！どうして？なんで？光が出ると迷惑です。なんであんなこと言い出したんだ、竹島！光ったらそんなに頑張らなくても。竹島が言うんだ、私が出ると迷惑だってさ。ん？私じゃ相手にならないのか。私は足手まといってことなのか。それじゃ私は竹島に絶対勝てないって言われてるのと同じだ。早くしろよ。よう、どんな調子？ただしと竜、どちらか光の代わりに試合に出てくれませんか？なんで俺？光と何かあったのか？俺はパス。頼んだぞ、ただし。いや、俺よりも光の方が。大丈夫です。俺が鍛えてあげますから。私じゃ不安か？足手まといってことなのか？私は絶対に試合に出るぞ！
私カルノタダシ、そして解説席には辻龍と東堂明、マスコットガール&ボーイめぐみ&じゅんでお送りします。どうしても出るつもりですか、光？当たり前だ。では俺が先に出ます。光は高校で、滝島が先行。はい。さてはお前、タッチなしで一人で試合する気だろう。そうはいかないぞ。お二人にお届け物です。生徒会から。生徒会？お二人に。あ、花束か。なんだよ。どうぞお受け取りください。青コーナー、生徒会からの刺客パンキュッキョーダイ。そして赤コーナー、 SA の絶妙微妙コンビ K& ヒカリ。おや、どうしたのでしょう。あ、ようやく SA チームが姿を現しました。なんと二人の腕には手錠。これはどういうことですか。さあハンデじゃないですか。なるほど、つまり今日の試合は二人同時対決という形になるわけですね。ちょうどいいや、これでお前だけ出るってわけにはいかなくなったな。さあ、いよいよ試合開始です。 SA VS 生徒会、 SA の座をかけた真剣勝負、果たしてその決着は。よーし、無茶しないでください。お前こそ邪魔すんな。余計なことすんな、滝島。うん、なんてこと、歓喜弟の滝島選手の腕を踏みつけた。 K& 光ペア、動きが取れません。ピンチです。いや、どうもチームワークがうまくいってませんね。なんだよ、心配ばっかしやがって。何すんだ、こんちきめ。滝島、なんでさっきから。それより前に気をつけてください。ちょっとお前何してるんだ。そこにいれば安全です。やめろ、滝島。違う、こんなんじゃない。いいんです、光。いいんです、頼むからやめてくれ、滝島。まさかこんな展開になるなんて誰が予想したでしょう。まさに計画通り。計画？ちょっとめまいが。もうやめてくれ。頼むからおとなしくしててください。こんな試合なんて。そこから先は言うな。勝負をやめろとか試合に出るなとか二度と言うな。滝島にそれ言われるとすごく悲しいんだ。光、しかしさすがにこのハンデはきついですね。いや、花園さんは滝島さんに助けられてばかりですね。これじゃただの足手まといですよ。誰が足手まといだって。光はどんな奴にも負けない、すごい奴なんだよ。俺以外には。そろそろ思い切りやりますか。はあ、仕切り直しです。
けるまでずっと1位でいろよな。バケモンだ。おいお前、今日は楽しかったぞ。ありがとな。ま、今度はお前自身が正々堂々と来いよ。見てろよ、次こそ必ず。ところで光、なんだ。試合前に言っていた技の数なんですが、あ、15対16で俺の勝ちですから。え、何してもらいましょうか。くそ、絶対に絶対に次こそお前に勝ってやるからな。前回は時間が足りなくて失礼したよ。どうやらこのコーナー、それ受けただしくんじゃなくて予告らしいんだ。でも次回の内容を喋っちゃったらつまらないよね。それは次回のお楽しみってことで、じゃあまた次回。